ふふ。昨夜、今日の紅茶、美味しくできてるじゃない。腕が上がってきたんじゃないかしら。はい、ありがとうございます。ですが、私の知らないお嬢様のことは、まだたくさんありますから、私自身をお気に召していただけるように、頑張りますね。ふふ、期待してるわよ。なんてったって、あなたはこの高魔館のメイドなのだから。はい。では、私は掃除がありますので。下がっていいわよ。雇ってから一月か。昨夜は高魔館に慣れてきたようね。さて、次はここの掃除を。あれ、あなたは。あ、コアさん。お疲れのようですね。はい、ちょっと。あの、前にも言いましたけど、この図書館まで手をつけてたら掃除なんて終わりませんよ。ここは私がやりますから。でも、ここで働く以上、図書館のことも把握しておかないと。そう言わないで。無理をしてはダメですよ。あなたには、お嬢様のおそばを頼みますから。他のことは私たちに任せてください。コアさん。はい、ありがとうございます。まったく、レミーはいつまであの人間を手元に置いとくのかしら。あの子のわがままを黙認してきた私たちも私たちだけど。そろそろ、いい頃合いなのかしらね。は？あ、メイリンさん。メイリンで構いませんよ。それよりも、疲れてるみたいで。無理もありませんか。本当にすみません。お嬢様のわがままに付き合わせることになってしまって。いえ、誰が悪いというわけじゃありませんよ。それに私は、この館に来たことは嫌じゃないんです。こうやって、私を気にかけてくれる人がいますから。そんな。さて、そろそろ夕食の用意をしないと。メイリンさん、何かリクエストありますか？なら、アイリッシュシチューをお願いします。昨夜さんの得意料理ですよ。ふふ、わかりました。大丈夫かな？パチュリー。あらフラン、どうしたの？お姉様、どうなの？私もちょうどそのことを考えていたわ。もういい加減にさせようと思う。これ以上は、レミーのためにならないわ。レミーにも、あの人間にとってもね。お姉様、ちゃんとわかってくれるよね。きっと大丈夫よ。さあ、コアとメイリンも呼んで、みんなでレミーのところに行きましょう。違うわよ、昨夜。ロイヤルミルクティーは牛乳で紅茶を入れるの。も、申し訳ありません。すぐに作ってまいります。結構厳しくしてるのね。あら、パチ、見てたのね。ふふ、当然じゃない。この高魔館のメイドなら、完全かつ、勝者じゃないとね。レミー、もう、やめにしましょう。何の話かしら。今の状況、そのものよ。状況って、昨夜を雇ったことを言ってるの。いいじゃない？昨夜はよく働いてくれているわ。お姉様、もうやめようよ。こんなのダメだよ。何がダメなのよ、フラン。まあ確かに私にしては無粋だったかしらね。人間なんかを従者にするなんてね。違う。そういうことじゃないの。お願い、目を覚まして。何がおかしいっていうのよ。私の隣に昨夜がいるのがそんなにおかしい。もうおやめください、お嬢様。なんなのよ。私の昨夜はちゃんとここにいるわ。私の隣にいてくれるのよ。レミーお願い、もうやめて。うるさい。いい加減にしなさい、レミリア・スカーレット。あなたがそんな用事。あなたに仕えた従者が浮かばれないわよ。私は昨夜に、私のそばを離れていいなんて言ってないわ。だから昨夜は、まだ、私の隣にいるのよ。お姉様、もうやめて。こんなことしたって、昨夜は喜ばないよ。昨夜はまだ、まだ。レミー。思い出して。
ってどういう意味よ。そのままの意味よ。もう私にできることは、何も。ふざけんな。ふざけんな、ぶっ殺すぞ、やぶいちゃ。何が月の頭脳だ、病人一人治せないじゃないの。治してよ、私の昨夜を助けてよ。なんとかしなさいよ、思えば、昨夜はかなり無理をしていたんだろう。月の医者が言うには、これは病気というより、老衰に近いものだと言っていた。時間を操ることの副作用、いや、代償と言った方がいいだろうか。昨夜の体は、見た目ではわからないが、時間の進みがどんどん加速していたのだ。昨夜は、そのことに気づいていたのかもしれない。でもそのことを誰にも言わずに、コウマ館の鍵をこなしていた。そしてある日、意識を失った。永遠亭に運んだが、無意味だった。お嬢様、昨夜。昨夜は、何度か覚醒と昏睡を繰り返した。意識が戻るたびに、レミーは昨夜に謝り、昨夜はすまなそうに笑っていた。お嬢様、謝らないでください。昨夜は、お嬢様にお仕えできたことを誇りに思ってます。そして、その時は、来た。お嬢様、昨夜。お嬢様、どこにいらっしゃいますか？昨夜の目はもう、何も見えません。昨夜、私はここにいるわ。だから昨夜もここにいて、お願いだから。お嬢、さ、ま。コウマ館の住民たちに見守られながら、昨夜の時間だけが、停止した。うわあ。ひ、ぶ、らく、わあ。二人とも、レミーとフランについててあげて、私は、あの人間を、人里にでも、送ってくるわ。は、はい、パチュリー様。それからのレミーは、とても見ていられなかった。部屋にこもり、誰が呼びかけても出てこなかった。何日も。このままでは、レミーまで倒れてしまう。あの日、私は力ずくでもレミーを部屋から出そうと、意を決してレミーの部屋まで行った。開いてるわよ。一体どこから連れてきたのか。その人間の見た目は、どう見ても昨夜だった。レミー、この人間は何？どこから連れてきたの？あ、パチェ、ちょうどよかった。紹介するわ、今日からコウマ館のメイドになる。いざよい昨夜よ。レミーに何を言っても無駄だった。どうやらレミーの心は、昨夜親と言わじめた頃に戻ってしまったらしい。昨夜と過ごした時間を、やり直そうとしてるかのように。レミーが連れてきた人間には全てを話した。幸いだったのは、その上で、彼女が昨夜の代わりをしてくれたことだった。今私がいなくなったら、レミリアさんは、今度こそ壊れてしまうかもしれません。事情を知った以上、知らん顔はできませんよ。しばらくは、レミリアさんのそばにいさせてください。私たちは彼女の行為に甘え、レミーの心がいくらかは落ち着くまで待つことにした。そして今日、レミーの狂ってしまった時間の歯車は、元に、戻ってくれた。あ、パチュリー様。な、どうなされたんですか、パチュリー様。もう終わったわ。パチュリー様。もう、終わったの。レミーは全てを思い出したわ。今まで付き合わせてしまって、本当にごめんなさい。もうあなたは、こんなことをしなくていいの。今まで、ありがとう。あの、これからも、ここにいていいですか。は。ここの仕事にもようやく慣れてきましたし、お嬢様の好みだって分かってきました。私は、あなたたちの知っているいざよい昨夜さんのようには、なれないかもしれません。でも、いや、だからこそ、これからは私を、レミリアお嬢様に見てもらいたいんです。
これもレミーのカリスマなのかしらね。ありがとう。これからもよろしくね。はい。これは、無意味なことなのかもしれない。同じことの繰り返しなのかもしれない。それでも。お嬢様、倉庫を整理してたらこんなものが。あら、レコードなんて懐かしいわね。せっかくだし、何かかけてもらえるかしら。はい。私たちは、決して忘れない。今までも、そしてこれからも、私たちには、かけがえのない存在がいることを。ねえ、ところでその曲、なんてタイトルなの？はい。曲名は、